はい、シャウト秋元です。本日の動画はですね、前回ね紹介したこのガタですね、これ直したいと思います。場所はね、まずここですね。もうガッタガタ。まずじゃあここ外しちゃいましょう。取れちゃった。ゆるゆる。タイヤとね交換なんですけど、この部分今これラックなんですけど、なるべくね縮めてから交換した方がいいですね。伸ばしたままだとラック曲がっちゃったりするので、意外に100のラックって弱いのでそこ注意した方がいいですね。はい、タイロットが外れました。これがね、まあタイロットエンドで、こっちがタイロットですね。これ知恵の輪ですね。これ知恵の輪、これ知恵の輪なんですけど、僕は市販の使ってなくて、旋盤屋さんにね、加工して作ってもらってます。っていうのが、意外にこれ5ミリって売ってるんですけど、実際測ると 5.5 とかね、5.2 あったりすると、ラックすぐいっちゃうんですよ。なんで、もしね、市販品使う場合は、きっちりね、ノギスとか測って、まあ、5ミリ以下のものを使った方がいいですね。結構ね、ばらつきあるので。で、まあ一応ね、現状どうなってたのかっていうと、まあ、これ、16アリスト用のタイロットエンドですね。もう結構緩いですね。音聞こえるかな？コトコトは言わないんですけど、なんかね、なんか引っかかりがあるような感じですね、今。こっちはね、100の純正タイロットですね。もうスカスカですね、この部分が。タイロットね、なんで純正品使ってるんですかってよく聞かれるんですけど、まあ今まで僕ツアラー V 乗ったのが12、3年は乗ってると思うんですけど、一回曲がったことがないんですよ。で、曲げちゃう人とかもちろんいるんですけど、やっぱ話を聞くと大半が、フルカウンターとかでダート落っこっちゃうとかすると、もちろん負担がかかるんで曲がっちゃうんですよ。ただそれ強化品でももちろん曲がっちゃうんですよ。で、曲がっちゃうと強化品って最高に高いじゃないですか。だったら一緒にも同じく曲がっちゃうんだったら、純正を買ってる方が全然安いので、僕はこっちをおすすめしてます。社外のナックにすると純正のねタイロットとタイロットエンドの長さが足んなくなっちゃう分に関しては、こういうねアリスト用の長いやつとか使うと、まあ、十分届きますので、まあ、僕は今のところ純正と純正の組み合わせが最強と思ってやってます。よいしょ。100とね、一路カリストで、ロアが35mm か。35mm 延長で、まあ、これぐらい噛んでますね。今のところトラブルは出たことないですね、これぐらいで。ブーツはね、再利用します。
よいしょ。こんな感じ。新しいタイロットとタイロットエンド。じゃこれをね、早速つけていきたいと思います。あ、戻すだけなんでね。あ、忘れてた。危ない。やばい。やばいやばい。切れかけいっちゃうよ。知恵のはね、忘れるところでした。これね、ここに入れてあげないとですね。で、僕は純正タイロットでやってるんで、あのかかりしろがね、浅くなっちゃうので、これね、ネジロック剤。まあ、使い捨てのやつでいいと思うんですけど、こういうやつで止めてあげましょう。あ、あ、あ、これね。これね。これちょっとやるだけで。おっこ。そう、ちょっと。よいしょ。右側ね、完成しました。左側はね、全く同じことやるので、ちょっとここはね、スキップしたいと思います。今ね、反対側外したんですけど、やっぱエンドがスカスカですね。もう、小指でも動くぐらいな感じですね。で、タイロット側は、やっぱりこっちも柔らかいですね、もう。まあ、使えなくはないぐらいの方なんですけど、まあでも、ちょっともう、変えたいかなって感じですね。2022。じゃあね、タイロットの調整したいと思います。今ね、これ映ってるものがタイロットなので、まあ、これを今、インに約10ミリ、糖が振ってるので、アウト側に回したいと思います。なんでアウトなんで、縮めるんだね。大体こんなもんかな。じゃあ反対側もね、やっていきます。じゃあ運転席側もやっていきたいと思います。とりあえずこんなもんで測ってみましょうか。調整後ですね、フロントが、2016ですね。後ろは、16mm。ぴったしですね。ここで今、糖ゼロ。トータル糖がゼロですね。はい、ということでね、今、フロントのトータル糖まで合わせたので、あとはね、ハンドルのセンターを出してあげれば終了ですね。まあ、ハンドルのセンターはね、ハンドルずれた方に、糖全体ずらすだけなので、ちょっと動画は撮らないんですけども、
まあ、こんな感じで僕はアライメントだったりタイロット交換してます。じゃあね、この動画聞いていただけたら、チャンネル登録のよろしくお願いします。